だったから、小学生の時にさ、1年生だよ、1年生の時に、なんかで怒らしたんだな、俺が。なんかで怒らしたんだな、俺が。結構、うわーって怒っちゃった、うわーってなっちゃう、いたんだよ。なんつったかな、川谷くんだ、川谷くんだけど、こいつ、うわーって、いいだろ、いいだろ、そういうやつがさ、うわーって俺がなんかで怒らしたんだよな、したら、鉛筆で刺すわけさ。うわーって鉛筆持って、こう、うわーって刺しに来るから、うわーってやった時のシーンが、ここに、あんだよな。まだ残ってんだって、あれ、30年以上前だぞ。でもな、残ってんだ、ここに。シーンがさ、うわーなんつって、ブスって刺さって、俺なんてあんまり痛くはなかったんだけどさ。でも、お家帰って、見てみたら、あったんだよな。で、それがもうずーっと何年も、こっちだったか。ずっと何年もな、ずっとすげえ、取れねえんで、もう、ほくろみたいな ずっと残ってるの、もう、まだあんだよ。ない？見れる？見れる？こっち。いい？ちょっと見てもらっていい？ごめん、ちょっと、あったら教えて、あったら教えて、あったら教えて、うん。